この動画では Google Pixel のバッテリーを長持ちさせる方法について説明します。アダプティブ充電を使用すると時間をかけてゆっくり充電することでスマートフォンのバッテリーを長持ちさせることができます。アダプティブ充電を手動でオンにするにはまず設定に移動してバッテリーをタップします。次にアダプティブの設定をタップしアダプティブ充電をタップしてオンにします。同じ画面で自動調整バッテリーのオンオフを切り替えることもできます。自動調整バッテリーをオンにすると使用頻度の低いアプリがバッテリーを消耗するのを防ぐことができます。自動調整バッテリーはデフォルトでオンになっています。バッテリーセーバーはバッテリーを節約するための機能でバックグラウンドで実行されているアプリを停止したり画面がオフの間は位置情報をオフにしたりします。バッテリーセーバーをオンにするには画面上部から下にスワイプしてバッテリーセーバーをタップします。もう一度下にスワイプしてメニューを展開する必要がある場合もあります。バッテリーセーバーがオンになっている場合はスーパーバッテリーセーバーをオンにすることもできます。スーパーバッテリーセーバーを使用するにはまずスマートフォンの設定アプリを開きバッテリー、バッテリーセーバーの順にタップします。次にスーパーバッテリーセーバーをタップし使用のタイミングをタップします。ここでスーパーバッテリーセーバーを有効にするかどうかを選択できます。スーパーバッテリーセーバーがオンになっていても実行したままにする必須アプリを選択することもできます。スーパーバッテリーセーバーがオンになっているとアプリが自動的に制限されて重要な機能のみ実行できるようになります。バッテリーセーバーやスーパーバッテリーセーバーをオフにするには画面上部から下にスワイプしてバッテリーセーバーをタップします。バッテリー残量が十分ある場合はスマートフォンを通常通り使用できます。 Google Pixel のバッテリーを長持ちさせる方法は以上です。 Google Pixel の使い方について詳しくは他の動画またはヘルプセンターをご覧ください。